130キロスライダーが直撃転倒して悶絶、左足打撲と球団発表。ドジャースガーディアンズ、日時間7日、ロサンゼルスドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は6日、日時間7日、4どころ地、ガーディアンズ戦で左足に死球を受けた。一度は一塁へ向かったがダッシュを試みるとうまく走ることができず、途中交代。球団は左足打撲と発表した。4番、左翼で出場し、初回西二塁の第一打席だった。ボイドが投じた 80.7 マイル、約 129.9 キロのスライダーが直撃。T ・ヘルナンデスは左足を押さえて転倒し、苦悶の表情を浮かべた。その後、トレーナーと共に一塁方向へ向かい、足を確かめるようにダッシュをしたが、そのままベンチへ下がった。クリス・テイラー外野手が、ダイソーに送られ、2回から左翼に入った。ここまで、大谷翔平投手に次ぐ、チーム2位の28塁打、87打点をマーク。死球を受けると、地元放送局、ネットロサンゼルスの実況を務めるスティーブン・ニルソン氏は、大きなため息。怪我人が、次から次へと、すでに今日1人が、負傷者リストに入っています。あと1人入らないことを願います。ああ、と落胆していた。試合前には、チーム最多11勝をマークしていたギャビン・ストーン投手が、右肩の炎症で負傷者、リスト、イル入り。投手陣に怪我人が続く中、T ・ヘルナンデスが離脱なら、大きな打撃となる。フルカウント編集部。